세나라! 세나라! また本読んでんのか？お前も少しは読んだ方がいいんじゃないか？進学にも役立つと思うぞ。ああ、聞こえません！なことより今日は出かけるって言っただろ。さ、ちょっと待てって本返さない。いいっていいって、あって返せば。おい、クラスの中で一番名前似てんだ。一文字違いじゃん。絶対相性バッチリだと思うんだよな。うわー、どうしよう、共通詞なのに。来た来たと来た、あ、来た、消化パン。うわ、俺が受ける。部活の時間、練習できる時間も残り少ないからな。面倒だな。え、練習が面倒だ。今日はサボろ。な、さすがにまずいって。マジでそろそろ練習した方がいいって。大丈夫だ、俺は常に心で弾いている。練習は完璧だ。おお、そんなわけないでしょ。じゃあどこ行く。トレーも乗るなよ。問題ありません、私も心で弾いてますから。なんでちょ待って待って、ねえ、新しくできたあのチョコさ、行こうよ。かわいい子みたいな。ちょ、お前らいい加減にしろ。ねえねえ、レースとムツキってどうなのかな。何が。なんかね、態度が怪しいんだよね。どうかな。付き合ってるみたいですよ。二人でカップルロードを歩いてるところを見ました。マジで。この目ではっきりと。お前は練習見てるんじゃなかったのか。そうだよ。やだな、仲間外れしないでよ。正直考えたこともなかったので動揺してます。だから違う。11投目